さあ始めました、第2回アザラシアナリティクスの時間です。どうもパーソナリティのアザラシですということでね、遅刻はアザラシですということでね、パーソナリティってなんだよっていうのは、まあそういうツッコミはなしの方向でね、実際パーソナリティって何なのなんでパーソナリティって言うの、ラジオパーソナリティとか言うけど、パーソナリティって何なんだろうね。個人パーソナリティ障害って言葉もあるけど、まあそこはひとまず置いといて、まあ始めていきましょう。今回11月分ということでね、上げてるのは多分12月2日ですけども、振り返るのは11月分です。11月このアザラシチャンネルはどうだったのかということをね、つまびらかにしていきたい。ご覧のようになっておりました。わかるかな、再生数はなんか初めの頃こうバンと上がってガンと下がって、上がったり下がったりを繰り返すみたいな、なんだ1週間周期なのかな。ただこの土日とか上がってるみたいな、そういうことなのかなね。ただね、個人的に11月そんなに充実してたわけではない、動画もあんまりいいのが撮れてたわけではないという感じですね、まあ、見てわかる通り焼きつくの動画しか再生時間稼いでないというね。どうなんでしょうな、焼きつく上げたのもうこれ9月とかだからな、9月とかですからね。9月に上げたやつの遺産でなんか食いつないでる感が強い。視聴回数で振ってみても、そうだな、マウスカーソルとかガとかが入るぐらいなもんで、やっぱこう収益で見てもおそらく全部焼きつくだろうね。もう焼きつくだね、シェムがかろうじて一つ入ってるって感じだな。だから11月になってあげた動画はまあいまいちですね。で収益見てみましょうか、まあ、一番気になるところ、みんなお金の話大好きということでね、収益見てみましょう。ご覧のようになっております。なんか待ってよ、11月3からにしない方がいいか、30日、今月、先月、10月分っていう風に見た方がいいね。10月分、10月1日から10月31日まで、10月31日まで、違う、今月分、今月分って見方するとこうですね。最初が0で、ここで10記録して、0.10ドルってすごいんだよ、自分の中では 0.10 ドルって。それからこう上がったり下がったりを繰り返しながら、昨日ですね、謎、いきなり 0.24 ドル。これすごい。何があったしって感じだな。ほんとあともう1日あるのかな ?29 までしかカウントされてないから、あともう1日あって。まあ、11月単位で見ると 1.11 ですね。11月 1.11 というか、なんかすごい1が並んでる。まあ、これ見ると野球つく強いね。特に野球つくの、なんだろう、この17年前のイチローと対決動画と対決というふうに題してサムネを作ったこの動画の再生数がすごい。再生数か、その推定収益がすごい。まあね、ちょっと裏話をするとだから、この動画結構、再生時間長いなと思ったから、アナリティクスの広告のバー、黄色いバーをちょっとたくさん増やすようにしてみたり、そういうこすいこともしてみたり、まあ、裏話をするとだな、ちょっと待って、これだね、動画の管理だ。監督小畑の徹です。俺の声が聞こえる、恥ずかしいっす。ちょっと待ってよ、裏側見せすぎじゃないか、裏側見せすぎじゃないか説。まあいいでしょう。なんか一人で裏側だけ見えないっていうのにさ、投稿してる人サイドとさ、ね、見てる人サイドがすごく乖離してるのもどうかと思うから、どんな風になってるのかなっていうのは見たいっしょ、ね、結構ね YouTube ってね、解析が結構できるから楽しいって部分がある。それはね、ニコニコとの違いかな。ニコニコはさ、見てる側もコメントしたりして楽しいやるけど、これやっぱね、YouTube は自分が上げたら楽しい、見るのが多いから、だからぜひともね、見てる人もね、なんか自分とアップロードしてみようっていう気になるのがいいなと思いますよ。で、さっき言ってたね、ミッドロール挿入点をなんかこの一括編集みたいなのをしたら、パパパパパパッと入ってこう3本ぐらい入って、4本ぐらいか、5本か、5本ぐらい入って、ここの時間が来るたびにこうね、広告が入るっていうようにしてみたんですよ。再生数多いかな、これ。そうすると多分それのせいだな、それのせいで収入がこの動画だけ、この動画で昨日たまたま再生数上がったんだなというふうな、そんな分析をしております。こすい手を使った。まあまあいいでしょう、よくないか。本当は何も広告つけない方がいいんだろうと思うんだけどね。ただまあまあいいじゃねえか、ちょっと広告ぐらいっていう、ち
っとここぐらいどうせ稼げねえんだから、この何だろう、いきなりボーンってなって推定収益が上がってんだよ。いきなりこのドリキャスのその焼きつくドリキャス地球焼きつくのねパート3がね、ここだけ本当にその変えたその日にいきなり変わっててさ、多いってなって本当かって、0.15 ドルになってる。0.15 ドルってすごいぞ。1本の動画が 0.15 ドル。俺もう通算でさ200本ぐらい動画上げてんだよ。212本上げてんだよ。212本上げてて1本の動画1日に 0.1 ドル稼ぐことができればだな、1日に 0.1 本稼ぐことができれば、200で考えたら20ドル稼げるわけだな。一つ一つの動画にそのポテンシャルがあればな、1日に20ドル稼げたら、1日に20ドル稼げたらそれが30日だって 20×30 で6000だ、6000ドル。ね、6000ドルって言ったら、一月に6000ドルって言ったら6万円。え？一つの動画が 0.1 ドル1日に稼ぎ出す。一つの動画が1日に 0.1 ドル稼ぎ出して3、それが200本ある。0.1×200 だから20。20が30日分で 20×30 で、600か。な600だ計算弱いか。600、まあ600だとしても1月に6万円ぐらいになるんか。まだまだだな言うてまだまだだな。1本の動画が 0.1 ドル稼いだぐらいで、その程度浮かれてたらダメだな。ダメなんですね。ね、まあそういうことです。まあこんな具合でした。まああとリアルタイムとかも見れるね。リアルタイムで見ると多分ね、悲惨なもんよ。惨憺たるありさまよ。だってここのところ勉強で忙しくて全然動画上げれてないから。惨憺たる、そうでもないか。これぐらいあれば十分だな。うん。自分が再生したやつもこれ記録されるのかな、よくわかんないんだよこれ。うん。NMR スペクトル解析講座が割と再生されてるとかいう謎現象。まあ、あの実況ね、あのゲームだけに限らず、いろいろ雑多に上げていきますよ。雑多に上げていって、まあ、それでなんかこう、何が釣れるかなみたいな。五目釣りみたいな感じですね実況動画って多分なんかハゼみたいなもんだよね。ハゼ釣りみたいなもんだよ。ハゼ釣ってるようなもんだよ。時々いろんな別の餌も投げてみて釣れるかなみたいな、ね、ヒラメ狙ってみたりタイ狙ってみたり、そういう風だね、いろんな餌も投げていきましょうという風な、そんな風なスタイルでね、釣りじゃないけど釣り動画も上げてみたいね。釣り、純粋な釣りの動画も上げてみたいけどね。単純本当にあのただあの釣って遊ぶみたいなね、エロ釣り、エロでエロいサムネを作ってこう釣ってフギャーみたいな、そんなのもいいのかもしれないですね考えてることが下水、アホだ。でね、考えるのはやっぱこの焼きつくの動画だけが伸びてるんですよね、再生数ね。焼きつくだけが伸びてるのはいかがなものかと思わなくもない。うん、本当はなんだろうな、あの他のマイナー系のドリキャスのゲームも伸びてほしい、スーパーマグネチック入入も伸びてほしいし、ね、月下の剣士上げたらそれも伸びてほしいんだけど、もうあの滋賀にもかからんというか誰も見てくんないから、そういう動画をラーメンが食べたいっていう、ラーメンが食べたいっていう曲をね最近仕入れた。あの近くにあるねフードコートのある百貨店みたいなところで勉強してたら、急にライブソロライブみたいなのが始まって、それで知った曲だ。そこで歌ってた人がのアルバムを1枚、アルバムじゃない CD1 枚100円で買ってきて、これ流そうかなっていう気で iTunes に入れたまではいいんだけど、流すのは著作権的にどうなんだろうなと思って、ちょっと自制してる。でもいい曲です、ラーメンが食べた。このミホロっていう人はいいよ。これから伸びる。俺が言っておく。これから伸びる。紹介どんどんしていきたいんだけどな。そういう紹介ってどうなんでしょうね。いいんでしょうかね。なんだ。でも1.11ドルってさ、悪くなくね？悪くなくねっていう日本語が悪いけどさ。これさ、10月と比べ、先月と比べると、先月 0.7 ぐらいだね。0.4、 先月 0.4、 あ、
こう上り調子だからいいやって思ったけど、え、先月に比べたらすげくない？すげくない？日本語が若者言葉になっている。 1.11 ドルって良いじゃないでしょうか。昨日のおかげだね。昨日の 0.2 のおかげだね。いいですね、いいですね、いいですよ、いいですよ、悪くないですよ。1月 1.11 ドルだと今何ドル今1ドル112円107だから112円かける112円かける、アナリティクスってなんか、まあ俺がダラダラ喋るっていう動画にしてほしい。もう一回、112円かける 1.11 イコール124円、一月で124円稼ぎましたという、まあそういうことですね。62円32銭。ちなみに YouTube ほんと8000円分になったら受け取れるらしいから、1月112円ということは1年間で1000円ぐらいだから、やっぱり8年ぐらいこの活動を続けていくと8年7年やっていくとやっと受け取れるんですね。いやー、うすら寒いね。このペースだと、このペースだと8年ぐらいかかっちゃうよ。あー、きつい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 、まあ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 、そう言ってもね、あのやっぱ楽しいよ、個人的な活動として、趣味として楽しい。自分がやってるだけのやつだけど、なんかこう、まあ誰にも見えないよりはこうやって外に見えて、そしてこうやってあの情報が返ってくるのが楽しいな。ですんで、まあぜひともね、皆さんもね、あのこのアナリティクス見たさりでもいい、そんなことはねえよな、これ見たさりに動画の配信始めるやつなんていねえな、いないとは思うけども、いないとは思うけど、まあ、こういうものが見れるようになりますのでね、コンスタントに、やるっていう、そういう継続力も大事ですけど、案外ね、上げるのも楽しい、見る側も楽しい、お金は多分ね、受け取れないよ、このペースな、全然な、そんなに甘い世界じゃない、YouTube、動画投稿、甘い世界じゃないっていうのをお伝えすると同時に、まあ、それ以外でもこうやって見て楽しいなということをね、伝えていければいいんじゃないかなと思いますね。平均視聴時間がちょっと上がってるね。これは悪くねえよ。平均視聴時間が上がってるということはね。まあ、1分とかひどいけどな。もうブラウザーバックだよな。瞬間ブラインド、ブラウザー。でも時間で見るとやっぱ焼き付くすごい強いね。根強いね。やっぱちょっと見ちゃうんだろうね、人がね。ちょっと見ちゃうんだろうね。こういう動画を作れるようになっていきましょう。多分ね、焼きつく、もう一回やるよ。うん。もう一回やる。これぐらいしか、手応えがないっていうのもあるけど。もう一回多分焼きつくやりますね。清宮入団させてみたってやつを作りたいと思ってるんで、それはおそらく、キャンプインまでとか、一月に一回とか二回ぐらいの上げるペースで、清宮を、日ハムに入れて、4番固定してみたっていう動画を上げようと思ってる。12月中に1本あげようかな。うん。クリエイト編っていうことでね、1本あげようと思います。まあ、それで、焼きつくファンの方たちにも、野球動画好きの人たちにもちょっと知らせていきたいなと。そこでちょっと名を上げて、で、まあ、本当にドリキャスのね、マイナーなゲームとかを見てくれるような人が増えてくれると嬉しいな。うん。現状頑張って動画上げてもさ、頑張ってマイナーゲーム上げてもさ、見ないもん、誰も見てくんないもの。だからちょっとまあ濃すぎようだけどもね、ちょっと人気を上げる方向にシフトしていきたい、人気を上げる方向にね。だからまあちょっとね、桜大戦を一つね撮ってみたんだけどね、一本撮って、これはまあ裏話的なね、桜大戦の実況一つ撮ってはみてはいいんだけど、ちょっとね音がねザザしててね、撮り直そうかなと思ってる。これはパート1上げたけどね。だからまあ見た人はちょっと残念かもしれない。まあ幻の動画になるかもしれないな。これは消すかもしれないしね。なんとか、でも桜大戦やるんだったらシェンムーは終わらしたいから、シェンムーとマグネチックニューニューを終わらしたら桜大戦でもやろうかな。うん。
ていうことをこうふわふわと考えております。どれくらい喋った？あ、15分も喋っちゃった。じゃあまあこんな感じでほな、まあちょっとね、寒くなってきましたけどもね、体を壊すことなく、まあこの冬乗り切っていきましょう。自分の方はちょっとね、勉強とかが忙しくなってきてね、そう、コンスタントに動画を上げられなくなってくるかもしれないんですけども、まあそこはなんとか時間を作ってやりくりして、取りだめしたり、そういう風なコスイートを使いながらね、乗り切っていこうと思います。常に、まあ皆さんもね、楽しいことを見つけて楽しく毎日過ごしていきましょう。ということで、ほなまた。